ばラムーは一緒じゃないんだね。おい、ラムーの名前を気軽に出すな。そうよ、地獄耳なんだから。名前なんて呼んだら気が疲れちゃうじゃない。ってイフリート、あんたもラムーって言っちゃダメじゃない。聞こえたぞ。むしらネブラを抜け出して何をやっておる。いや、まあ、あれが、その、退屈の娘だな。ほら、ランとレンの修行に付き合ってあげてるのよ。お、そうじゃとも、二人のためにだな。バカ者ども、わしらがネブラにおったのには理由があったろうが。知ってるわよ、あたしら炎氷雷で張る属性結界でしょ。しかし、少しくらい。愚か者、すでにその少しで二人の犠牲者が出たわ。は？もしかして誰か出てきたの？どいつが抜けたかわかるか？イフリートにシモ、それぞれ貴様らと反対のせいであった。ならば、あの女か。あの男？ああ、めんどくさいやつが来ちゃった。ねえ、二人の犠牲ってまさか人なの？そうなるだろう。人に呼ばれぬとき、この世界に我らが来る常套手段だ。簡単に言うと、召喚の儀式なしにこっちに来るには、人の体の中の魔力を扉にするの。扉にされちゃった人間は、まあ、運が悪いわよね。はあ？ネブラの穴は境界が薄い場所じゃ。故に昔の女王に頼まれ、わしらが結界を張っておったというのに。この二人がサボったと。で、犠牲者が？じゃ、悪かったわよ。それで済むか、バカ者とも。まとめると、この二人と違うイフリートとシバがこっちに来たってことよね。二人の知り合いのようじゃし、結界が緩む隙を狙っていたのかもしれんな。ま、ミラージュだってんなら俺らに任せておけって。見つけたらちょっとぶっ飛ばしてやる。そうね、あなたたちはネブラに戻って結界を見守ってて。ならば、この場にはこれまでと変わりなく修行ができるよう我らの幻影を置いてゆこう。それでよいな。うわ、初めからそうするつもりだった。はーい、じゃあね、ラン、レン。まったく手のかかる奴らじゃ。女性のイフリートと男性のシバね。また探すミラージュが増えちまったってことだな。